9時、10時、10時、11時。2時間、3時間絶頂だね。いろん。いろん。なんか、もうなんだろう。すごい。もうイグアナだ、でっか。何あれ。おお、すごい。これね、みんなにいちいち見せてあげたいんだけど。本当にね、流れに身を委ねてるから。いちいちお見せできないのがね、本当は止まって、動画に収めたいものがたくさんあるんだけど、もうこの流れを、流れに、川の流れに、宇宙の流れに身を委ねて、やっていこう。さっき大きなイグアナがいたよ、前に、目の前に。ここから、カタツアハから、1日、2日か。でもほぼ1日でここまで。この先に、トラ、エルティーグレっていう、なんちゅうの、それこそピラミッドがあるっていうんだよね。で、最初21キロって言われたからこっち来たんだけど、噂によると実はもっとなんか80キロぐらい半先にあるらしくて、まあいいけどね行ってみたいっていう気持ちがあるから。虎年の虎のピラミッドに行かないわけにはいかないよね。カンペジまで結構あるし、そうだね、行こう。ここがカンデラで、ここにホテルもあるみたいだから、こっから何十キロか先行ってみよう。で、肝心の行きたいピラミッドはここですよ。これだよ、これ。ここに行きたいんだよ。ここがもう本当にジャングルの海のど真ん中、喉元ですね。ここに行きたいんだよ。
いい。Welcome back. Candelaria Campeche. Toma, ¿no? Cerca la quema. Ahora tómala, ¿eh? ¿Para qué? を作ったのだ。神様から教わりましたと。保坂達也という最高神創造主から教わりましたと一言添えてほしいよね。あいつら、おーい。
若い。いやー、ほんといい天気。そう、今寅年の寅の月の寅の日に、虎の遺跡へ、エル・ティーグレを盛り、どうした、若いのが今、私のオーディエンス。で、何だったかな。そうそうそう。真似と学ぶと、あと、著作権。だから、思考権ってあるのかな。いやー、どうすって。本当はね、もっと器ね、広く大きく。ってことは、思うんだけど、でも器は上に行けば行くほど小さくなっていくのかなと。まあ、それでも、反転させるとね、一番大きな器が天にあると。宇宙。そう、宇宙を器と捉えると、その器の口は、ここ。ものづくり、言葉の創造、言葉で言葉を創造すると、その世界を創造するって言った方がいいのかな、言葉で。I am God。 そう言い出してから10年、これが私のアファメーションだったんだよね。10年前から毎朝毎日欠かさず I am Godエターナルスプリーム、グランドマスターオブディユニ